ジェットストリーム。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 遠い地平線が消えて深々とした夜の闇に心を休めるとき、遥か雲海の上を音もなく流れ去る気流は、たゆみない宇宙の営みを告げています。満天の星をいただく果てしない光の海を、豊かに流れゆく風に心を開けば、きらめく星座の物語も聞こえてくる。夜のしじまの、なんと饒舌なことでしょう。光と影の境に消えていった遥かな地平線も、まぶたに浮かんでまいります。これからのひととき、月曜日から金曜日までの毎晩、あなたにお送りする音楽の定期便、ジェットストリーム。夜間飛行のお供をいたしますパイロットは、私、福山雅治です。ジェットストリーム。日本航空、JAL がお送りします。ジェットストリーム。作家が描く世界への旅。今週は作家原田マハのエッセイ、風天のマハを一部編集してお送りしています。美術にまつわる数々の小説を執筆してきた原田マハが、画家の原風景を訪ね歩く旅。今夜はその第3夜。フィンセント・ファン・ゴッホの生涯を追う南フランスへの旅。ゴッホがアートのユートピアを作りたいと移り住んだアルルの街を歩く。
アルルに来てからの数ヶ月間、ゴッホは本当によく仕事をした。次から次へと溢れんばかりに絵を描き続けた。アルルの跳ね橋、夜のカフェテラスなど、ゴッホといえばあの作品という数々の代表作を、わずか数ヶ月の間に生み出した。オランダやパリにはない風景と、それを照らし出す強烈な太陽が、ゴッホの心をのびのびと自由にし、仕事に向かわせたのだろう。その結果、ゴッホの呼びかけにようやく応えて、アルルへやってきた画家が、わずかに一人だけいた。ゴーギャンである。画友の到来をどれほどゴッホが喜んだことか、ゴーギャンが来ると狂喜乱舞して、そこからまた数々の名作が生み出された。本当にゴッホは泣けるくらい単純で、純粋で、まっすぐな人なのだ。ゴッホが描いた夜のカフェテラス。そのカフェは今も同じ場所にあり、夜遅くまで営業している。夜半にそのカフェを訪れてみた。テラスの明かりがこうこうと石畳の通りを照らし出し、漆黒の空に星々が見えた。テラス席の人々はワインを飲んで談笑し、いつまでも帰らない。ゴッホの絵そのままの風景。その場所を見つめる画家の眼差し、その情熱と孤独を感じながら、私もひととき、ゴッホの風景の一部となって、そこで過ごした。ここにいたいと思った。いつまでも。
アルルの街中にはゴッホが描いた風景があちこちに残っている。ゴーギャンと共同生活した黄色い家の跡地に行ってみると、そこには妙にモダンなデザインの小学校の校舎が建てられていて、黄色い家は跡形もなく消されていた。がそのすぐ近くを流れている川はローヌ川の星月夜の舞台となった風景を今なお残していた。星々がきらめく薄明るい夜空のもと、川沿いをそぞろ歩く男女の姿が描かれた叙情的な絵。私が訪れたのは真夏の真昼だったものの、橋や川岸の様子はそのままだった。きっと夜には降るような星空が川の上に広がることだろう。ゴッホが待ちに待った抱擁、ゴーギャンとの共同生活だったが、え？というくらいあっけなく終わってしまう。わずか2ヶ月ほどでゴーギャンはパリへ戻ってしまうのだ。絶望したゴッホは発作的に自分の耳の一部を切り落とし、馴染みの娼婦に送りつけるという異様な行動に出た。この事件は警察沙汰になり、ゴッホはアルルの精神病院に半ば強制的に入れられてしまった。狂人のレッテルを貼られてしまったゴッホだったが、入院中も絵を描くことをやめなかった。頭に包帯をつけてパイプをふかしている。包帯をしてパイプをくわえた自画像は、ゴッホが数多く描いた自画像の中で最も有名な一作だが、これも入院中に書かれたものだ。実際にその絵が書かれた精神病院跡地に行ってみると、どこかしら殺伐としていて物悲しい場所である。こんなところでも書き続けたのかと、
その信念の強さに、うならされてしまった。
人々が織りなす時の流れの中で、刹那、輝きを放つ音楽があります。長きにわたり、心に届く音楽があります。そして、あなたに驚きと発見を与え、優しく包んでくれる音楽があります。サウンドグラフィティ。Falling
A boy who never had a home. Heaven help the girl who walks the streets alone. And heaven help the roses if the bombs begin to fall. Lord, won't you help us all? Mm-hmm. Heaven help the black man if he struggles one more day. Heaven help the white man if he turns his back away. Heaven help the man who kicks the man who has to crawl. Heaven help us all. The boy who won't reach 21. You tell him, Ray. And heaven help the man who gave that child a gun. Shame, shame. And heaven help the people with their backs against the wall. Lord, won't you help us all? The sound of my voice this evening to fall down on your knees and say a prayer.
asking for his guidance, his grace, his mercy. You might want to say, Lord, troubled world, I pray the Lord to keep. Keep hatred from the mighty and the mighty from the small. サウンドグラフィティ。本日お送りした曲は番組ウェブサイトに掲載しています。ぜひご覧ください。ジェットストリーム。今週は5日間にわたって作家原田マハのエッセイ風天のマハを一部編集してお送りしています。もう一度聞きたいという方は無料アプリラジコのタイムフリー機能でお聞きください。夜間飛行のジェット機の翼に点滅するランプは遠ざかるにつれ次第に星の瞬きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこの音楽が美しくあなたの夢に溶け込んでいきますように。高度1万メートルの風に乗せてお送りする大空の感想曲ジェットストリーム。お相手は福山雅治でした。ジェットストリーム、日本航空 JAL がお送りしました。